はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はバキキングオブソウル動画撮ろうと思います。ということでね、まあ今回何をするかというと、やっとね、このね、帯集め黒帯がね集まったので30本、ちょっとね、今回はこのね星5確定ガチャ引いていこうかなと思います。ということで、まあとりあえず交換しましょう。でね、一応ね、あの緑帯の方に関しては1週間に一度ね、リセットされるという風に、なってるんですが、黒帯の方はね、交換がね、ちょっとリセットされるという風になってないので、まあ、なんだろうな、月に1回でもいいからこれリセットしてくれるとかなりありがたい気がするけどね、という感じですかね。今のところはね、もう交換したらどっちも終わりになっちゃってるので、まあ、月1リセットあると嬉しいかなという感じですかね。まあ、でも月1リセットあったらね、正直ね、あの、技持ちに備えてね、今回のこの星5確定はね、交換しないっていう戦略もね、ありかなとか思ったりはしちゃうと思うんだけどね。まあ、だから仮にね、あの、黒帯の交換がリセットされるとしたら、おそらくね、数の修正とかはこれは入りそうな気もしますね、という感じかな。はい、というわけで、まあ、ガチャ行きましょう。とりあえず無料分から引きますが、本命はね、星5確定なので、ちょっとね、安心して引いていこう。まあ、戦力アップすると思うからね、星5何か出れば。史上最強を目指して何が悪い。さすがに無料分からは引けない。はい。星3、飛ばしましょう。あ、でも意外と星4いるね。あれ、ちょっと待って、あ、普通の闘魂、さっきのなんか交換見て変だなと思ったんだけど、なんか闘魂ガチャ所っていうのはチケット変わったんだね、ちょっとあ、これチケットで引けるようにしたんだ。なるほど、名前が変わっただけかと思ってた。そしたらね、ちょっと闘魂ガチャ上はね、貯めとこうか。グラップラーモードに入った時にね、いざという時に引きましょう、あっちは。ってことで、まあ、今回の本命はね、星5、あ、さ、間違えた、今普通のガチャチケから引こうと思ったのに。まあいいや、じゃあ、ちょっと、今回ね、これを引いて終わりにしましょう。何が悪い、ちょっと連打しちゃった。予定と狂った。あー、シコロスキー。はい、ということでね、まあちょっと、今ね、あの、こっち引いてから、最後にね、これを引こうと思ったんだけど、なんか、ここ触ってただけで、いきなり引いちゃった。まあこっちのガチャもちょっと引こうか。こっちはね、あの、0.5% なんで、ほとんど期待はしてないんだけど、前回出たからね、そうは言っても。史上最強を目指して何？はい、ないですね。いや、ちょっと失敗したな。ただね、緑帯の交換が、こっちのガチャチケじゃなくてあっちにあったっていうのはね、意外とでかいかなというふうに思っていて、あれ、チケット貯めとけばグラップラーモード入った時に引けるってことだもんね、無料で。はい、というわけで、まあ、ちょっとね、緑帯の価値は上がったのかなという感じですね。いつの間にああなったのかちょっとわかんないけど。ちょっと重ねておきましょう。まずはシコルスキーですね。シコルスキーが、これで、プライチカー。はい、オッケー。そうね、あとは、あげれそうなやついるかな。あ、バキが上がるんじゃないこれ。あ、オッケーオッケー。バキが10枚集まったので、星4ですがくっつけましょう。これでもしかしたら闘魂連携上がったかな。あ、違うな。まだ足りないのいたかな。ちょっと待って。あ、上がる上がる。オッケーオッケー。地下闘技場、戦士1がね、レベルアップして、まあ、レベル4にね、全員なったので、1.2% アップになりましたね。これは結構嬉しいかな。ちなみに、シコルスキーが絡む闘魂連携は、
星6必要なやつと、まあ、あと最強死刑囚っていうやつぐらいか。なので、まあ、ちょっと先は長いかなという感じですね。まあ、ドリアンと、柳が引ければ死刑囚発動するんだけどね。まあでもドリアンが結構キーかな。ドリアン引けるとね、リベンジとかキャンディーも発動するから、ちょっとね、ドリアン被らせたいなという感じがしますね。この、この連携的にはね。で、星さんとかはくっつけられるかなというのをちょっと見てみると、スエドいけるんじゃない？スエド41なので、これ49あるので、上げられますね。すごい数の精度を要求してくるよね。はい、オッケー。次は55枚必要か。なるほどね。まあでも星さんはね、早めに、プラスね、上げきっちゃえば、あの、売却してね、メダル、バキ飯と交換するみたいな手段もあるんだろうから、まあ、サクサク上げていきたいですかね。こっちも41だから、ギリギリ上がりますね。OK、OK。まあ、連携でレベル上げるにはね、ちょっとキーになるキャラがね、結構まだ少ないので、上げきれば、戦力アップにはならないけど、ちょっとずつね、重ねておきましょうという感じですね。あとは、クレハの方も、いけるかな ?41。OK だね。これさ、余分なのくっつけといても別に問題ないのかな？問題なさそうだね。くっつけちゃうか。はい、オッケー。そっか、あれか、レベルアップしなくてもとりあえずこの辺くっつけといてもいいのか、そうすると。あとはこの辺が、15必要で12しかないけど、だからここもね、多分ね、くっつけるだけくっつけといても別に損はないのか。上がらないだけだもんね。そっか、じゃあちょっと、見た目整理する意味では、半端なやつね、全部くっつけとくか。この片平ってキャラさ、まあ、ちょっとバキ死刑囚編を読み返してるって話をこの前したんだけど、死刑囚編読み返してたらね、花山をね、車に乗せて運ぼうとした時にね、後ろ、スペックが持ち上げてやってた時の運転手だね。あなたは花山薫という人を分かっていないみたいな感じで、いやいやいや、みたいな。あれをしてた人でしたね、これ。はい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 。まあ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 。これ以降は多分ね、プラスは増えないですが、とりあえず、くっつけといても問題なさそうなので、くっつけちゃおうかなというだけの、感じですね。あとは、しばちはるか。しばちはるは、15人必要で14体リーチか。なるほどね。あとは、加藤か。加藤もね、なんか、結構、あれだよね、死刑周辺の序盤、出番いっぱいもらえてるよね。最後はサンドバッグから出てきちゃって。ああ、違うか。サンドバッグから出てきた後も遊園地で俺の負けだーっていう、私の負けだーみたいな、あそこでも出てくるか。そうだそうだ。まあ、とりあえず、こんなところかな。まあ、スエドの半端くっつけてもいいけど、さっきレベル上げたとこだから、とりあえずいいや。そうだね。で、地下闘技場戦士1に関しては、星4のやつは、レベル4に全員なってて、星3の方はレベル6まで来てるよ、という感じですね。
鹿闘技場戦士には星5の千春が必要なので、まだまだかかりそうですね。新進会はドッポが、レベル重ねれば、2までは上げられるので、ドッポ欲しいなという感じですね。で、ここは片平がなかなか、レベル上がんないねという感じ。徳川の思いはドッポとじっちゃんか。で、リベンジドリアンの、キャンディドリアンドッポ。星6が必要なところはまあ厳しいかなという感じですね。でドリアン流行で、ここはまあ一応上がってるか、花山とスペックがね出ればもうちょっと上げられるよって感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね黒帯の、星5チケットね引いてみましたよという感じですね。ちょっとねなんて言うんだろうもうちょっとね溜めて引きたかったんだけどね、間違えてあっさり引いてしまいましたが、まあそんな感じで、ね、今回は終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。